じゃあ次の曲いきます。飛びたいっていう、皆さんぶっ飛んでください。いきましょう。今すぐ飛び立てるように、今すぐ飛び立てるように、今すぐ飛び立てるように、今すぐ飛び立てるように。
もう一回乾杯。あと、次の曲は僕がアンナルで初めて作った曲なんですけど、2年半前にまあ、後ろの3人がもうやれやれ言うてくれて、なんとか絞り出して、まあ、できた曲なんですけど、一つだけ今日言いたいことがあって、やっぱなんかできないと思ったらできないですよ、人間。自分信じてやろう思ったら意外とできるんですよね。うん、やるやる、 just do it ってやるしかない。うん急に英語でもやったらほんまこうやってできるんですよね。けど俺はおかげさまでその後ろの3人と向こうにいるこうちゃん、 PA のこうちゃんと、まあ、友達がこう支えてくれて、ケツ支えてくれるもんで、あとゴミ君が呼んでくれてこういう場を作ってくれるんで、こうなんかやろうっていう目標ができたりとか、感謝しかないですね。こう来てくれるね、あのお客さんもそうだし、ありがとうございますありがとうございます、本当に。よし、じゃあいいですか。いや、改まんないじゃあ、生まれて初めて作った曲を、アゴ、ワン、ツー、サート、シーン。
ぱい楽しいです。あ、もう一回乾杯。もう一曲ね、今日のために新しい曲作ってきて、あの、何だっけ、そう、サーファーってあのサーフミュージックがあるじゃないですか。スノーボーダーってあんま歌ってる人いないんですよね。僕バリバリスノーボーダーなんで、なんかスノーボードの歌作りたいなと思ってなんか考えたら、なんか降りてきたんがパウダーロックっていうなんか言葉が降りてきて、そう、パウダーロックっていう、ね、ちょっとパンクな歌を作ってきたんで聴いてください。パウダーロック。待ってるし、どんどんあるんですが、出番やな、出番あんの、言わないよ、言わないよ、お前のために用意してきてんねんか、言えや、言わないよ、言わない、やらんぞ、まだ聞きたい、あ、ありがとうございます。おい、アタム、言えや。なんかまだやってって声がすごい聞こえるんだよ。もう一曲やろうかな。はけてもいい。酒の歌を。最後、今までの、今7曲やったのは頑張ってみんなで僕らと作った曲なんですけど、最後はあのみんなが用意してる
酒の歌をやるんで、まあみんなで楽しく歌いながら、あれだあれ、例のあれ、じゃあノッカーズって人のね、ノッキンブルースって歌をいきます。